こんにちは。本日ね、本当は、ケンシロウ選手の WBC の、ライトフライ級タイトルマッチがやる予定でしたけど、まあ、それが中止になってと、いうところで、そのアンダーのカードで、まあ、注目の試合っていうところでね、ちょっと、はい、まとめてみました。こちらですね。まあ、ちょっとホワイトボード見にくいよっていう意見をいただいたんですけど、ちょっと本当に申し訳ないです。はい。本当はね、まあ編集とかしてやりたいんですけど、まあ、ちょっと技術がね、まだちょっとないんで、まあそこ勉強してね、いずれはそういう動画を出せればなと思っております。本当に申し訳ないです。で、ケンシロウ選手の、中止のアンダーカードっていうところなんですけど、8回戦で、日本スーパーフライ級1位の久高選手、まあちょっと名前変わったんですよね。久高選手っていう。変わったんですけど、まあ久高選手と、大橋選手の、試合は2対1で久高選手が勝ったと、でこれが倒しダウンの奪い合いというところでね、激闘だったというところで、でその次が日本スーパーバンタム級5位の大森翔平選手、あの魔の左の異名を持った、あの世界挑戦の経験もあるね、大森選手と西田選手がやって、まあ、3-0 で西田選手が勝利というところで、もう一時期ね、この大森翔平選手っていうのはもう将来がすごい期待されててね、で山中選手の、まあ、後継者ではないですけど、まあそれ山中選手みたいな感じでなるんじゃないかっていうふうにあったね、声がありましたけど、やっぱ世界失敗して、もう言葉悪いですけど、まあちょっと落ちてしまいましたね。まあ非常にね、いい選手だっただけにちょっともったいないなっていうのはありますけど、やっぱ流れってあるんですね。で久高選手はすごい長いですよね。キャリアで、なんだ、もう40戦ぐらいやってるんですよね。でこれ久高選手を自分が知ったのが高校1年生の頃だったんですよ。高校1年生の頃にちょうど自分野球だったんですけど、合宿やってて、夏の大会で先輩が引退して、で新チームを始まったばかりだね。でその新チーム始まった頃の合宿をしてた時に、日本でその代々木体育館でダブル世界戦っていうところで、内藤大輔選手 VS 清水智信選手で、坂田武文選手 VS この久高選手のダブルタイトルマッチがあって、2008年とかだったと思うんですけど、で結局見れなくてうわ見てとかと思ってたんですけど、でリアルタイムで見えなくて、結局ね携帯のニュースでジュッて見る感じだったんですけど、で後になってねこの動画で見たっていうところなんですけどね、非常にね、見たかったんですけど、でもまあ全部見ましたよその後ね。でそっから清水智信選手のファンになったんですけど、でそれでその時に久高選手知ったんですけど、カウンターがもうキレキレでね、いやこの選手強いなと、間違いなく世界チャンピオンになれるなとかと思ってたんですけど、未だにね、まあ慣れてないっていうのもあるけど、でも未だに活躍できてるっていうところもあって、で自分は結構負けが多い、18敗とかしてるんですけど、自分もかなり強い選手だと思ってますね。でやってこられた選手っていうのも、まあ、久高選手は、元日本王者で、後の世界チャンピオンで、清水智信選手で、まあ、当時の世界チャンピオンだったら坂田選手に挑戦して、まあ、できなかった、失敗しちゃった、で電化汚染でタイでやったけど 2-1 で判定が割れて負けちゃった。俺自分はこれ勝ったと思ったんですけど、でカサレス選手にも負けちゃった、オーレの選手にも敗北で、井上拓磨選手ですね、あの井上尚弥選手の弟とやって、まあ、敗北、でナルバエスで負けてというところで、
こんだけの世界チャンピオンにやって、まあ、負けてしまったと。この面メンツを見てもかなり強いじゃないですか。でハロー選手、あのソニーボーイハロー選手、元スーパーフライ級、元、WBC のフライ級チャンピオンのハロー選手にやって、久高選手が勝利したと、これ見てたんですけど、いや、うまく戦ってたなと、思いますね。で、今日やる予定だった久田選手に TKO 勝利と、で、タイで、快挙を成し得てるんですよね。あの和気慎吾選手や、あの亀田光輝選手に、あの挑んだ、あのパノムルンレック選手に、当時 WBC のユースチャンピオンで、ランキングも1位でいて、もうすごい強いっていう感じだったんですよ、正直フライ級で、でずっと結構長らく1位にいたと思うんですよね。でその選手に敵地で倒してこのユースタイトル獲得したと、あれにはちょっとびっくりしましたね、っていう、なんていうんだろう、意外性っていうのはちょっと失礼ですけど、そういうのも持ち合わせてる選手なんですよ、で、国内だとその吉田健二選手、元日本フライ級チャンピオンのあの清水智信選手ともやった、吉田健二選手、松本涼選手ですね、で古川選手に、敗北されているというところで、非常にね、今まで来た道っていうのがね、険しかったと思うんですけど、そんな感じで今日ね、勝てましたけど、もうこれで35歳とかなんで、ここまで活躍できてるっていうのもね、やっぱ久高選手のね強さっていうのはあると思うんで、この先どうなるかは分かんないですけど、もう日本スーパーフライ級1位なんでね、また日本タイトルのチャンスも訪れると思うし、非常に楽しみですね。といったところで、今日のところはね、以上です。